皆さん、こんにちは、ひろきでーす。ひろきでございまーす。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私は元気元気、元気いっぱいに過ごしておりまーす。ということで、もう、勢いで始めてしまったというこの前文言はいらないですね。はい。やっております。日本政治への提言。はい。今はですね、官庁編ということでですね、各官庁ごとに提言を行っております。今日は消費者庁に提言したいということでですね、消費者庁そもそも何やってるか皆さんはご存知でしょうか。ただの苦情受付係じゃないんですよね。例えばスーパーで買ったものがどうのこうのとかっていうそういう身軽な話からインターネットカジノでどうのこうので騙されたとかそういうものまで取り扱ってるんですよね。あとはですね、結構これ環境省じゃないのみたいなこともやってるんですよ。食品ロスの削減に取り組んだりしてるんですよ。消費者頑張りましょうみたいな、消費者をこうなんていうんですか、いい方向に促すみたいな、そんな活動もやってるんですよね。はい。で、まあ私からの提言って特にないですね。ないです。今のレベルを維持することを大事にしていただきたい。これが願いです。これどういうことかというと、私の知っている外国人はみんな言うんですよ。日本では安心して買い物ができるって。騙されない。はい。お釣りもちょろまかされないし。はい。あと、変なもん置いてない。はい。もう、外国人はベタ褒めですよ。日本の、消費者として。はい。だから、これを維持することによって、日本の魅力を、まあ、維持する。維持するって大事ですからね。いいものを。いいものを維持するって力がいります。はい。ほっとくだけじゃ維持はできませんからね。はい。ですから、消費者庁には、もう、そこの維持に、もう、しっかりと努めていただきたいと思います。あと、あえて言うならば、インターネット、これがですね、結構ですね、騙しがまだまだ多いんで、で、これが国際化するとちょっと厄介なことになるなぁと思うんですよ。日本のインターネットカジノダメだぜとかなると儲かんないじゃないですか。カジノもビジネスなんでね。はい。日本でインターカジノやっちゃいけないでしたっけ、そもそも。まあいいや。とにかく、外国化、国際化というところも含めて、ちゃんと監視してほしいなっていうのはありますね。はい。ないって言っといてあるじゃねえかって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、話してるうちに何か出てきちゃうんですよね。すいませんね。すべてアドリブでやってるもんですから。はい。こんなところになります。はい。ひろきくん、いいこと言ってんじゃんっていう方は、ぜひ、いいねボタンお願いいたします。はい。あと、コメントもお待ちしております。はい。あとですね、私、いろいろと、他にも、真面目なことから不真面目なことまで、いろいろとお話しさせていただいておりますので、よかったら、もしよかったら、ぜひ、チャンネル登録をしていただけると、大変ありがたいと思っております。はい。チャンネル登録、勇気いりますよね。けど、解除も簡単にできるんですよ。あ、化粧水が目の中に入ってきちゃった。
解除も簡単にできるんで、登録まずしてみてください。はい、で、聞き流してみて、なんかいいじゃん、このまま聞き続けとこう、なんか結構楽しみになってきたなと思ったら、そのまま引き続きということで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、すいません、最後のメッセージが一番時間取ってるみたいな感じになっちゃいました。それでは、今回の配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。